1億円ビジネスの作り方ってもう型が決まってるんで だから簡単です。簡単って1億円稼げるのが簡単って言ってないんだよ。1億円をコンテンツビジネスで稼ぐんだったらもうこの方法しかねえっていう、他の方法じゃ無理だよっていうのがもう型があるんです。もう書きます、コンテンツビジネスの決定版。もうこれだけでセミナーになるよね、決定版。これいちいちセミナーに全部しちゃうからさ、終わらないんじゃない？カモビズライブって 今誰に言ってるんだろうね 1、高単価商品の開発。高、高いが書けないってやばくない俺。え、高ってどういう字？あ、い、合ってるか。ちょっとだけ違ってた。高単価商品、高単価商品。コンテンツビジネス高単価じゃないとダメなんですよ。なんでかって属人性が高すぎるから。もうチコ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 、ものなんかだからアマゾンの1000を売るみたいにならないじゃん。ね、なんかセミナー集客して告知して LINE の登録していただいて、ランディングページでボタンを押していただいて、入金を確認させていただいて、受付表を作って、セミナー会場を予約して、セミナーに来ていただいたら確認をして、席についていただいて、お水を用意して、セミナーのコンテンツを自分で用意して、それを解説してとかやったら何時間かかってんの？で、属人性高すぎでしょ。これ人間じゃないとできないじゃないですか。だから、高単価じゃないと回らなくなるので、高単価商品の開発、絶対必要。で、高単価商品の開発をしとかないと、これ3ステップしかないんですけど、3番でつまずきます。高単価商品の開発。なんで、ここはもう絶対高単価。あ、違う、2番もつまずくわ。だから、この順番以外ないんだわ。2番、バックエンド、ラインナップの整理だ。ラインナップ。まあ、最初から全部できなくてもいいよ。1億売ろうと思ったらもうこれしかないよっていう方法を今説明しているので、ハイバックエンドとバックエンドとフロント。フロントから書いた方がいいのかな。まあ、いいや、ハイバック。フロントエンド商品で、一般的にはハイバックエンドと、バックエンドとフロントエンドの違いは価格です。ハイバックエンドっつったら大体50万から100万ぐらいが多いっすね。で、バックエンド商品っつったら10万円から、どうなんだろうな。まあ一応49万円しておきますか。まあ誰も30万ぐらいが多いよね。あ、ふんって書いちゃった。49万円とかいうバックエンドはあんまないもんな。で、フロントエンド商品っていうのはまあ1万円以内ですね。大体こんな感じ。ほぼほぼね。で、3番目やることはもうね、フロントエンドの集客です。集客。で、ここで出てくるのが2つさ。有料広告と無料広告ですよ。ね。まあ、組み合わせるのが一番僕はいいと思ってるんですけどね。無料広告。例えば YouTube とか Facebook とかインスタを始めて。でもこれってお金かかんないけど、成果出ないよね。ねえ、YouTube だったら半年から1年半ぐらいかかるわけじゃん、成果が出るの。その間食えないじゃん。だから有料広告打つんですよ。Facebook 広告とか。で、その間は広告費出るけど、なんとか売り上げが来るから、少しでもお客様がいて、なんとか食えるギリギリ。そしてそのお客様にいいサービスを提供して紹介していただいて、まだほら、売り上げちっちゃい。だって紹介のインパクトでかいじゃん。なんとなくわかります？ね、年間の売り上げが200万円の人にとって紹介ってバカでかいじゃん。下手すと100万円の紹介来たらさ、50%アップじゃん。でもさ、年商10億とかになると紹介ってちっちゃいのよ。5億円紹介されるとかありえなくない？そうだよね。紹介で来るお客様ってせいぜい500万とかでしょ？そうすると割合ちっちゃくなるんで、紹介パワーっていうのは売り上げがちっちゃい時ほどでかいから、できるだけ紹介をその時にもらうわけですよ。そうやって食いつなぐわけ。
そしてその間に無料広告が育ってきて、のと清文になったらいいんですよ。もう無敵状態ね。もう月間に500人以上の問い合わせが向こうからやってくる。待ってるだけで商品買わせてくださいってお客様がブワーッと来て、1000万以下はちょっとうちやってないんですよって、どんどんお金ない人を断って売り上げを作ってるんですよ。すごない？これも最強パターン。これをやっていくといいですね。高単価商品を開発持つで、ラインナップをちゃんと整理しておいて、動線を引いて、そしてフロントエンドの集客をして回していく。でこれをやりながら、あとは改善だけです。フロントエンドの集客が弱かったら、有料広告を改善したり、SNS をもっと強化したりっていうふうにしなきゃいけないし、で、フロントエンド商品が売れてるんだけど、バックエンド商品がいまいち売れてない。例えば、まあ普通はバックエンド商品10万から30万だったら、1対1の対面営業だったら成約率が 70% ぐらい欲しいじゃん。それが 40% だったら弱いじゃん。でも1対大人数のセミナーのクロージングだったら 40% 以上だったらもう合格なので。でだったらそこが弱いポイントだから、制約率を上げるための研究をするわけだ。そこで例えば分かんないけど、ダイナミックスピーキングアカデミーを申し込んだり、話し方の学校を申し込んだりということですよ。すごいね、もう説明しながら商品を売るっていうすごいスキルなんだけど、とか、まあハイバックエンド商品が売れるかどうかはトーク力とかではないかなっていう気はしますけどね。どっちかというとバックエンド商品の満足度がどんだけ溢れ返ってるか、ここはもうトークじゃないね。ここはトーク関係ありますね。フロントからバックエンドはテキストとかトークとか、そういう制約率が影響していて、商品をここで買った時にもっと欲しいってお客様に言わせられる人がここを売れるので、どっちかというとこのバックエンド商品の満足度を超えた割合がハイバックエンドの売り上げだと思うといいですね。満足だったら次の商品買わないので。っていうふうに、まあいっぱい改善はあります、この後。でも基本的にもこの3ステップなんですよ。コンテンツビジネスで1億売ろうと思ったら。もうこれ以外の方法をやってる人は行かないです。これやってる人だけです。この制度で、2000万止まりなのか、1億なのか、2億まで行くのか、うん。それが決まるので、もうこれが型だと思ってやってください。以上です。ありがとうございます。せーの、いいね。ビジネス力を学び続ける、磨き続ける、長期的に成長したい人にぴったりなオンラインサロン。それがカモビズです。カモビズで仲間になってビジネス力を高めていきましょう。いいね。いいね。いってらっしゃい。